去年どのぐらい食べました？去年どのぐらいでしょうね。週2、3ぐらいは食べてますんで。でも週1回くらいは私は好きなので食べてますね。毎週のようにラーメンを食べ、総務省家計調査の発表の日を迎えたという県観光協会の職員。午前8時半を過ぎました。発表の時間は過ぎています。新潟県観光協会の職員の皆さん、ラーメンをすすりながら士気を高めてその発表を見守ります。1位になるために少しでも気分を盛り上げたいと思います。負けられないんで、はい、一方、新潟市東区のラーメン店には。おはようございます。新潟県内の人気ラーメン店の店主6人が集結、発表の瞬間を待ちます。都道府県庁所在地と政令市を対象にした外食でのラーメン消費額は、おととしは新潟市が1位、去年は山形市が1位となり、日本一の座をかけた争いが注目されてきました。山形市でも関係者が見守る中、軍配は。17,590円。めっちゃ高い。杉新潟。あ、思わずラーメンをすする手が止まってしまった職員たち。山形市に2300円余りの差をつけられ、2年連続の2位に。結果を受け止めてラーメンをすすります。その味はどうなんでしょうか。悔しい思いが強いんで味がしないっす。新潟五大ラーメンのマスキングテープをイベントで配布するなど PR を続けてきた観光協会。何がこうポイントになってきますか、はい、山形に勝つには。山形も結構、ね、夏も冷やしラーメンとか食べたりして、いろんな文化が年間通して食べるっていうのが定着してると思うんで、やっぱり新潟も継続的にアピールしていければいいんじゃないかなと思います。日本一返り咲きへ執念を燃やしていたラーメン店の店主も悔しさをにじませます。乗り込んでやろうかなって、はい、もう水分切り抜き、ですけど、はい、とても皆さんね、よくしてくれてるのであれなんですけど、はい、まあ、ちょっと正直に悔しい。それでも山形市に敗れたとはいえ、前年に比べると2600円ほど消費額を増やした新潟市。来年こそ1位を奪還するために。若手のそういった熱量のあるオリジナル性があるラーメン屋さんが多いっていうのが新潟市の特徴なのかなと、前向きに捉えているので、そういったところもこうもっと磨いて、分かりやすくね、皆さんにこう魅力が発信していけたらなと思ってます。県内で次々生まれる多様な味のアピールが重要と話す笠原さんも、山形の味噌ラーメンをヒントに独自の新商品を開発していました。お味噌のコクと優しい甘さ、そこにしっかりとした辛みが加わって味わい深い一杯で。両県でちょっと面白いことを一緒にね、盛り上がれたらいいなって。時計や開業や新潟駅の再開発など玄関口の整備が進む新潟、県外客を巻き込んだラーメンの消費拡大に期待がかかります。